アルコルは、大熊座の構成で四等星。北と七星を形作るミザールの脇にある。アルコルとミザールとのり角は12分である。ある程度の視力があれば、ミザールとアルコルを分離して見ることができる。14世紀のアラビアの時点編集者フィル・ザ・バディによれば、かつてアラビアでは、あるサイディックと呼ばれ、二つの星が分離して見えるか、どうかで視力を試していたとする。 北斗七星とアルコール太陽から、ミザールは約86光年、アルコールは約82光年の距離にあり、また両星の距離は約4光年離れている。どちらもオオグマザ運動星団に属するが、この二つの星が見かけの二重星なのか、重力的に束縛された真の連星なのかについての結論は出されていない。2009年に、 それぞれ独立した二つの研究グループが、アルコールは、赤色矮星との連星形であり、ヨい連星形の、ミザールと、重力的に結ばれている60連星形であるとする、説を発表している。学名は G、G. アーシーマジョリス、または80アーシーマジョリス。型有名のアルコール、または、アルコアの由来には、以下の二つの説がある。2016年6月30日に、 国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルコアをグマザ80番星の固有名として正式に承認した。中国語ではこの番星をタスク星と呼ぶ。北宋の時代の道教の書、雲九七九時十四巻、実月星神部では北斗七星にタスク星、筆星を合わせ北斗九星として記述している。日本の場合、 地方によっては、寿命星などと呼ばれ、この星が見えなくなると年内に死ぬという言い伝えがある。ただし、以前に見えていたアルコールが見えなくなるのは、老眼のせいと考えられるため、全く根拠のない迷信とは言い切れない部分もある。また、添え星という呼び名もあり、それは、江戸時代の節洋集にも現れ、御用勢天皇の神官、星の図にもカタカナで書かれている。 野尻法栄は中国のタスク性を訳したものかと考えた。ありがとうございます。